利根川門第一導水路第一溶水機場北部幹線十5海水路北部幹線は香取市一山付近で栗山川へ流入する両層用溶水は千葉県北東部の利根川沿岸地域の排水と九十九里平野南部の地域への農業溶水の供給を目的とした溶水路。両層農業溶水とも呼ばれ疎水百選に選定されている。千葉県 カトリ市沢原の第1用水機場で利根川から取水し、カトリ市市山で栗山川に流し込み、栗山川下流の山部群横芝光長寺方の台に用水機場で再度取水し、東金市や茂原市などの九十九里平野南部まで農業用水を供給している。全取水量は14.47立方メートル S 用水を供給している。樹液面積は約2万ヘクタールになる。 幹線は、第一洋水機場から栗山川源流までの北部幹線と、第二洋水機場までの栗山川部分、第二洋水機場からの南部幹線により成り立っており、北部幹線と栗山川部分を暴走道水路と共用している。かつて、九十九里平野は、海岸線に平行に、砂帯とその間の低地が列をなし、低地には、縄文時代のラグーンが、 古生群として残されていたが、明治以降の開発により、古生群は姿を消した。そのため大きな川がない南部の地域では、良好に恵まれず漁業が衰退して農業に移行した、こともあって、溶水不足が状態化していた。一方、利根川当選事業などのため、香取市沢原一帯の大須賀川及び小野川流域は、排水不良地域となっていて、旅重なる水害に悩まされていた。 このような状況の中で1933年、1934年、1940年と大干ばつとなり、九十九里平野中央部では、大正時代から三部軍東部連合高地整理組合の揚水事業が行われていたこともあって、1943年戦時の食料増産計画の一環として、揚水不足解消と排水の改良を同時に、 考えた両層用水事業が計画、施行された。ありがとうございます。